雪ギは、ウサギモクウサギ科のウサギ属に属するウサギである。日本には、アッシュのエゾ雪ギが分布している。北極圏や山岳地帯に適応した種で、フェノスカンジアからシベリア東部まで分布している。また、アルプス山脈、アイルランド、ポーランド、イギリス及び北海道に孤立した、個体群がある。また、シェトランド諸島、フェロー諸島に移入された。雪ギは、 全長46から65センチメートル、体重1.6から4.0キログラムになり、メスの方がオスよりもわずかに重い。アイルランドアシュナツに雪ギの形状は茶化色になり、その濃淡は個体により様々である。冬に備えてほとんどの個体が白色の毛になる。オア一年を通して完全な白色で、このことは 尾の上部が黒色であるヤブのウサギとの違いとなる。アシュリーパスティミーダスハイバーニカスは一年を通して茶褐色のままであり、一部の個体が白色になるのみである。タノコ大群が常に白色のままである尾の上面は、アイルランドアシュは濃褐色、もしくは灰色である。この尾の色は尾の大きさと結びついており、またこのアイルランドアシュのと目の褐色の濃淡には変異があり、 経験の少ない観察者は、アイルランド足をヤブのウサギとも同定する可能性がある。いくつかの研究では、雪ウサギの植生は地域によって異なるとされる。このことは研究されている個体群の生息する特定の生息地に依存しているかもしれない。例えば、何ヶ月にもわたって雪が土壌を覆うスカンジナビア北部において、雪ウサギは小枝や樹皮を食料としている。 逆に、アイルランドのように降雪が稀な地域においては草が植生の大半を占める。スコットランドやアイルランドの雪ウサギは草を食するのを好むように思われる。アイルランドの海外草地においての雪ウサギの研究では草が植生の90%以上を占めていた。これは同じ環境に生息するアナウサギの植生に占める草の割合よりも高い。 フィンランドやスウェーデンの北部では、雪ギ及び、ヤブのギが生息地を競合している。より大きなヤブのギは普通は、雪ギを追い払うが、ヤブのギは、降雪地帯での生息にはあまり適応していない。つまり、ヤブのギの足は、より小さく、冬毛は、白と褐色の混色である。雪ギが、冬毛の間、 雪が寒木を覆うフィンランドの海岸地帯においてとても良いカモフラージュとなるが、それは短期間であり、雪ギは内陸部の積雪に対してより適応している。雪ギはスウェーデンのメーデルパッド地方の動物となっている。北極ギは雪ギの亜種であると考えられていたが、現在は別種であるとされている。同様に科学者によってはアイルランド亜種は 別種と考えている。現在、15アシュの雪ギが確認されている。日本には、北海道に、アシュ、エゾ雪ギが分布しており、日本のウサギ類の中では、最大の種である。ありがとうございます。